中3かな、中3で、そう。初めて自分で買った服がこれっていうね。そう、友達とお揃いで買ったんですよ、この服を。そう、この服を初めてね買ったんですよ。ヤフード似合わないんだよね、本当に。卵みたいになっちゃう。え、マジ卵本当に卵で、前髪やばい。これ前髪無理でしょ前髪無理でしょ、これ。ちょっと待って、前髪どうしても潰れるんだけど。ちょ、雨やばい、雨。うぃー、本当に似合わないの、フード。本当に本当に帽子もフードも似合わないんですよ、私。まあまあ無理。桜ありがとう、三色団子ありがとう。こんばんは、桜ありがとう。好きが溢れてます、桜ありがとう。初めていちご飲んでます、桜ありがとう。だるま、だるまじゃない、団子ありがとう。今8時20分朝、あ、じゃ朝のってことは、今は、三色団子ありがとう。ん、ゆあにゃんじゃなくて自分ですか。桜ありがとう、三色団子ありがとう、桜ありがとう。え、28にゃーの日。え、確かに確かに。ちょっと待って、ここら辺にあったような、ないですかね、ちょっとないですかね。あったんですけど前。あ、あった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 。えっ、そうでしょ。え、猫のカチューさ真っ二つなんだけど。え、そんなことある。え、こっちないんだけど。え、嘘でしょ。え、普通になんかあのトーク会で着るとかのなんかあのコスプレコーナーみたいなあるんですけど、そこに、そうあるんですけど、そこに置いといたら割れた割れたんだけど、ちょっと半分猫耳にしますわ。あ、無理でした、無理でした。あ、いけたいけたいけた。ちょっとみんな、イエーイ。これでいきます。桜ありがとう、桜ありがとう。え、そう、メール書いてたからね、配信遅めになっちゃいました、すみません。円ちょうだいって感じで。桜ありがとう、桜ありがとう。本当にユニアしか見えないですか。まあ猫の帽子あるんだけどね、ほら懐かしいでしょ、懐かしい猫帽子。桜ありがとう、だるまありがとう、ハートありがとう、桜ありがとう。ああ落ちました。これさ、でかすぎてさ、前髪めっちゃ長くなるし、前髪めっちゃ長くなるし、やば、ブスイブスイよー。え、ブスすぎんブスすぎん。前髪隠せばいい、どうすればいいのこれ。
でかすぎだってさ、これ全部かぶったら やばいよ。ほら見えないなんも。やばい、ボサボサ。桜ありがとう。ネズミ男、桜ありがとう。単色団子ありがとう。もうね、ちょっともうボサボサですわ、ボサボサですわ。桜ありがとう、桜ありがとう。でもなんかね、一つ届いてなかった。そう、一つね届いてなかったんだよね。なんか続きですの前届いてなくて、だから何の続きだと思って。そう、桜ありがとう、三色団子ありがとう、桜ありがとう、三分の一あってありがとう。そう、雨めっちゃ降っててびっくりした。桜ありがとう、三色団子ありがとう、桜ありがとう。ねえ、びっくりした、まさか卒業なんて。本当に悲しいですね、悲しいですよ。あの、いや、あれなんだっけ、あのさ、そう、ビューティフルをあの劇場で動画で配信した時あるじゃないですか。あの時にあの披露する前に、あ、違う違う、披露したとかに、あの選抜の方とユアたち12期の自己紹介みたいなやつあったじゃないですか。あの時にハタンゴンさん、あのユアに喋りかけてくれたから、でその時好きですって思ったんだけど、まあ、本人には言ってないんですけど、そう、だからお話ししたいなと思ってたんですけど、まあでも6月までだからそれまでに喋りたいと思います。レインボースターありがとう、だるまありがとう。長文だよ今日、まあ変なこと書いてるけど。ペンギン団子ありがとう、本当に。桜ありがとう。宮丸さんの配信始まった？うそー、やらかし、本当に。桜ありがとう、三色団子ありがとう。これね、めっちゃ美味しいよね、これヨーグルトっぽいよね、ちょっと。桜ありがとう、桜ありがとう、本当に。コアラマンチやってくれた、ユアにいちごパン本当。なんか本当にね、ユアずっともうずーっとずーっといちごが好きなんですよ、本当に。そうで、なんか好きな食べ物いちごですって言うと、アイドルっぽいねって言われるけど、本当にガチ恋なんですよ、いちごに。桜ありがとう、桜ありがとう。メロンミルク、メロン無理。こんばんは、桜ありがとう、今日も可愛い、ありがとう。三色団子ありがとう、本当に。髪型ちょっとまとめてます、桜ありがとうやっほー、桜ありがとう。わかんない、いや、踏んでない、踏んでない、絶対に踏んでない、これ。桜ありがとう、花束ありがとう、好きが溢れてます、桜ありがとう。そう、割れてる、確かに夜配信ね割れたんですよ。今日お名前引き配信しないです、ちょっと雨なので、雨なのでしないです。そういうこと、ユアの寝相が悪すぎてって感じ。寝相ね、ちっちゃい頃めっちゃ悪かったんだけど、今は全然。あ、そんなこともないか、あのこのベッドを買ったし、本当にベースボールキャップとかかぶったことない。あのなんか流行ってるじゃん、あのなんだっけ、あれ何のブランドかをか、あのあれ名前忘れたけど、なんか LA みたいな、 LA のやつと、あ、ニューエラ、え、ニューエラのあれあるじゃん、帽子、なんかみんなかぶってるじゃん、あれ、かぶっ、あれ、いや、かぶったことない。かぶったことないっていうか、家にないんだけどさ。あれ、みんな持ってて、一時期めっちゃ欲しくて。でも、冷静に考えて、なんか、あれ、
なんかあれなんていうの、可愛いめっちゃ欲しいけどなんかどうしようと思って三色団子ありがとう、桜ありがとう、いやこちらこそメール取ってくれてありがとう、桜ありがとう、昼メール楽しかった、あ嬉しかった、あれ昼に届くんだね、三色団子ありがとう、そうだよ、え本当に西美代さんも岩出るかな、そう帽子かぶるとイケメンになるんですよ私、桜ありがとう、スクショタイムじゃないですフ星だけどありがとう、かわいい、え初めてかわいいって言ってくれた、そんなことない、にきれいありがとう、桜ありがとう桜ありがとう、ココミン読み男女してた、真似した、 You are respect ですか、え届くよ返信え、あのハタゴンさんがね卒業しましたね、卒業しましたというか卒業発表、ハタありがとう、やめちゃいなちゃいな、お、え、え待って、いちごにもミオさんあるの、やば、ユアがミオさんに挟まれている、めっちゃいいやんその写真、一生それ、一生それにしようアイコン、ユアにゃんって子かわー、ありがとう、桜ありがとうね、あっという間に来ちゃいそうだよね、これありがとう、あったんですよ、どうですかこれ、まつげ何もしてないんですよ、どうどうどう、さくらありがとう、え見た見た見た、自己紹介、じゃあ自己紹介じゃない、 MC でイワの名前出てた、あそうなのよ、ミルクは大丈夫なの、大丈夫だよどういうことどういうこと、いや牛乳好きでから、えやっぱりなんか牛乳好きな人は身長伸びないんですよ、で身長、あ違う違う、牛乳アレルギーの人とか牛乳嫌いな人の方が身長高いんですよ、もうこれはユアの中でもう理論があって、まず牛乳っていうのはカルシウムがカルシウムは骨をね丈夫にするものなんですよ、ということでその何なんか牛乳飲んだら骨のカルシウムが伸びるわけでなく、その骨もともとある骨が丈夫になるからあの伸びないわけであって、そのあれなんですよ丈夫になるから伸びないんですよ、もうがっしりなんですよ、だから低いんですよ、で私あの牛乳めっちゃ好きだから骨折したことないんですよ、骨折もないし捻挫もないし突き指もないんですよ、だからもうこれは岩が証明します、はい皆さん覚えて帰ってください、団子ありがとう、えそうなの、今日初めてそうなのってか高がいいか、え自分の名前出た、え自分の名前なんだっけ、そうそうそう、こんばんは、聞いた初めて聞いたんだけど、いちごミルクはいわあれですね、あれちっちゃいさペットボトルのやつが好き、もう届いた、三色団子ありがとう、ハートありがとう、桜ありがとう、よかった、えーそうなんだ、雨だからだよ早く終わったの、桜ありがとう、綺麗ありがとう、えニューヨーク、えちょっとわかんないんだけどさ、そうそうそう、えそうなの、コラボしてたんだ、そう、えトライしてみる、ニューエラ全然あり、全然ありです、うわやんちゃな女の子って感じやば
桜ありがとう、ハートありがとう、なるまありがとう。長文メール来た？そう、今日長文。なんで？いいんだよ、言って。チャイナ。あ、ありがとう。嬉しい。お疲れさん。本当？そうだよ。嬉しい。そう、松葉したからね。目が綺麗、嬉しい。そう、かきれなと一緒に行ったの。松葉、初松葉です。チャラムキムキになるの？チャラ男って言われたから。桜ありがとう。いや、ぬるも落ち着く。本当？本当ですか。こんにちは。あ、そうなんだ。え、ひなのさん見た？あのね、あれ、楽曲披露も見た。じゃじゃん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 、やあ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 みたいな。Kiss me、 じゃん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 。めっちゃ K-POP みたいな感じだった。めっちゃね、好き。いわ、ああいうの。桜ありがとうでしょ。桜ありがとう。そうだよ、骨強くなってるんだよ。桜ありがとう。え、牛乳大好き177。いや、まあそれは異例です、異例です。桜ありがとう、授業でした。桜ありがとう。イエーイ。桜ありがとう。そうだよ、これが河村塾だから。ありがとう。髪まとめてる、ちょっと出てるけど。そうだよ。え、カルシウムだけじゃ伸びない？いや、小魚も食べてたのに。アーモンドフィッシュ、アーモンドフィッシュめっちゃ好きだった。食大好き人間なんですよ。だからなんか本当に周りの子みんな嫌いで、非常食。なんかカレーがあって、レトルトカレー、レトルトカレーとレトルトご飯があって、でレトルトご飯ってめちゃめちゃびちゃびちゃなんですよ。でもいや、めっちゃ好きなんですよ、あのレトルト商品。非常食、非常食めっちゃ好きなんですよ。だから非常食っていうか、あの遠足で出されるご飯もめっちゃ好きで、アーモンドフィッシュとクラッカーとなんだっけ、なんかパンが出てた、ね、でパン、あのなんかミルクパンみたいなにジャムみたいなあって、もう大好きで、それがです。一回メロンパン出てきて、そこでメロンパン嫌いになったんですよ。メロンパンめちゃめちゃメロンの味して、あ、無理だと思って。こっから伸びる？いやー、ちょっと伸びないと思います。そう、バレエで接待として、ローラースケートで雨の日で待ってる。唯一これですから。桜ありがとう、月が溢れてます。桜ありがとう。30万ポイントもあと17塾。うん、いけるかな、いけるかな。桜ありがとう、ありがとう。 X コメントといいね。桜ありがとう。キャップ女子最高ですか？ギャルじゃないですよ。デコ出し似合いそう。本当に嬉しい。そうだよね、本当に超絶可愛い。ゆわにゃ。え、そのさ、 LA ってやつなんて読むの？ラでしょ、ちゃんぶんでしょ、あ、じゃあ長文でしょ、ちゃんと長文でしょがちゃんぶんになってた。桜ありがとう、本当に嬉しい。うわ、マスカラしてますから、だってナチュダジャレ言ってる。昨日劇場で見た。え、昨日劇場行ったっけ。昨日って何、なんかあったっけ。昨日いや劇場行ってないですね。あ、写真ですか。桜ありがとう。あ、やばい、 T シャツ屋さん、やばティーってね。それな、早く会おうね、早く会おうね。寝落ちして見逃、え、なんか前見逃してたよね。チョコのトレイ、え、ねえ、青海さんも英語ペラペラだしさ。桜ありがとう。え、待って、タワー来た。え、タワー来たんだけど。
待って、誰誰誰、ありがとう、ありがとう、ズッキー、ズッキーラブ、ズッキーラブです。ズッキーラブです。東北会とかさ、握手会いっぱい来てくれたのにタワーもくれるんですか。チュッキーチュキチュキチュキなんです、はいですね、嬉しい、ありがとう。桜ありがとう。とそんな純粋な子印象を聞かないでくださいよ。ギャルじゃないから。え、でもやみやびちゃんにめっちゃ JK って言われる。 JK なのよ。やー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 、そうそうそう、それな、それな。河村塾講師募集、あ、そうですね、まあ私の弟子でよければ、はい。カンパンね、あのね、この前初めて食べて、なんかさ、よくもらうの、そのなんかあの防災訓練の後みたいなもらうのよ。で、カンパンもらって、で前家に何もご飯がなくて、で挑戦してみたの、カンパンを。そしたらなんかね、めっちゃ無理だった、カンパン、めっちゃ無理だった。そうだよ、桜ありがとう。そうだよ。桜ありがとう。え、夏や、渋い、渋くない。いや、ドンキのさ、こんぐらいのアーモンドフィッシュ食べたよ。食べたじゃない、買った。え、本当に、メロンも無理だし、メロンパンも無理。え、好きな食べ物、いちごと唐揚げとパフェとクレープと、なんだっけ、ケーキとラーメンと、フライドチキンとケンタッキーとマックと、なんだっけあれ、なんだっけあれ、ペッパーライス、ペッパーライス、ペッパーライスで、サブウェイでしょ。もうめっちゃありますから、好きな食べ物。あ、カニ忘れてた、カニ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 。え、そうなんだよね。いや、パパが170何センチだっけな、170なんかなんですよ、パパで。ママが158ぐらいだから、あんまですね。まあ160は行くはずなんですけどね、間を取って。え、低すぎるとエバコで突き火したの。怖い。バスケでパス、うわわあ、バスケだから怖いんですよ。ローラースケーター、まあそう、まあまあまあそうですね、軽めのローラースケーター。三色団子ありがとう。え、フォロワーさん2900人って、じゃあもうすぐ3000人ってこと。嬉しい。まあまあ、初見さん、桜ありがとう。ラでいいの、ドジャース、ドジャース、ナチュダジャです、ナチュダジャ。クアドリップスって読むのか、あるいはずっとなんて、みんななんでみんな言ってんだろうと思ってて。桜ありがとう、本当に本当にありがとうございます。タワー嬉しい、ハートありがとう、ハートありがとう。いろいろあるけど頑張ってね、だって嬉しい、心に響きました、捧げます。桜ありがとう。そうだよ、プリティキュートだから。私の時、言わなかったっけ、言った気がしたんだけど、まあ今度直接言いますよ。今度直接言いますよ。嬉しい、ありがとう。ゆあちゃんに元気になってほしいからだって。さすが紳士様。だるまありがとう。ね、嬉しい。いや、どっかで今日桜咲いてるの見てよ。桜ありがとう。何、平成の JK って。平成の JK?
弟子になってくれます皆さん。ふーん、桜ありがとう。え、そう、まあ確かに。え？また3枚来たんだけど。待って。ありがとう、くまさんだわ。ラブって言ってほしくて投げたよね、絶対。絶対言ってほしくて投げたよね。知ってるよ、私、その心。ありがとう。やば、何もしてないのに。何もしてないのに。何もしてないのに、たわ、来たよ。ありがとうございます。ありがとうございます皆さん。にたタワーに何もしてないのに、なんか何もしてない、ごめんなさい、何もしてなくて。ありがとう、ありがとう、ありがとう。また直接言いますね。そこらありがとう。え、違う違う、アーモンドフィッシュは、いや、小魚だけ食べるタイプだから、あれ、アーモンドは食べないから、アーモンド担当ね。ちょっとアーモンドニキビできるから、メロンソーダ無理。めっちゃ自信、本当？唐揚げラーメンもサイズのメニューみたい。ハートありがとう。カニ忘れてたよ。え、おチキン大好きなんですよ。もういいわ、鶏肉ラブなんで。お子ちゃんメニューじゃないよ、カロリー高いって。え、何ラーメン？いや、塩ラーメンですそう、ジャンクフード好き。うわ、スイパラはナポリタンじゃなくて、いわあれ、ペペロンチーノです。ペッパーライスもめっちゃ好きなんですよ。さくらありがとう。え、好き、これかわいいの、食べ物、好きな食べ物何、 JK と何が混ざってるって。さくらありがとう。うん、身長分けて本当に高いよね。ほら、ありがとう。46、ありがたわですね。そう、そうなのよ。ほんと？みんなツイッターの写真見ました？あ、眠いよね、わかる。桜ありがとう、団子ありがとう。え、そうそうそう、背があっても不思議ではないんですけど、でももう飲みたいんですよ絶対に。え、クワッドって4つってこと？え、あのさ、クォーターならわかるけど、クワッドって言うんだね。さくらありがとう。え、社会人なの？ひっそり応援ありがとう。え、そうなんですよ。まあ皆さん紳士のファンなんですけどね。頑張ります。知ってる？パラパラ。桜ありがとう。ね、嬉しい、おめでとうございます。そう、ティーンズユニットあと3日です。ありがとうね、投票してくれて。桜ありがとう。怖い？知ってるよ、怖い。桜ありがとう。配信で、いやいや、配信で泣かないから、絶対配信で泣かないので、私は一生残るやん、一生残りますやん。え、夜勤ね、大変だね。メールを見たらタワー投げたくなる。え、本当？嬉しい。本当？可愛いしてる？嬉しい。何？これなんて読むの？二徳？王徳？まあまあ。アーモンド無理。あのさ、だから柿の種のアーモンドも食べない。そうだよ、相性いいね。桜ありがとう。え、二郎系ラーメンね、行ったことないんだよね今。そう、二郎系ラーメンは注文するのがちょっと怖いんで行ってないです。うわ、乾いた、最悪。ここさ、閉めてるのに閉まんないから乾いた。
ショック。桜ありがとう。あんかけスパ無理。いや、あんかけ無理なの。本当には名古屋名物ほぼ無理で。そう、ほぼ無理なの。小倉トーストもあんまだし、手羽先も別にだし、なんだっけ、あんかけも無理だし、あともう一個あるよ。ひつまぶしも。あとなんかもう一個あったよね。なんだっけ。でも全部好き、全部好き。豚骨も好きだし、味噌も好きだし、担々麺も好きだけど。あとありがとう。でも醤油はあんまかもね。うわ、駄菓子屋のペペロンチーノ懐かしい。食べた。懐かしですね。嬉しい。桜ありがとう。あ、そうなんだ。京都とのクォーター。私も新鮮。もちろん。いやさ、今度のトーク会でいい、トーク会、通所会で、通所会だ、ツーショット会か。言いたいことあるからちょっと待ってて。まあ覚えてたら。そうなの。さきぽんさんっていうの。なんかさ、生物の授業でやった。なんかなんだっけ、なんか単位で、うわ、一個も覚えてない。1から10の別の言い方みたいな、オクタみたいな、なんだっけ、何も覚えてないけど、なんかミロみたいな。なんだっけ。キリありがとう、団子ありがとう。ありがとう、こちらこそ。桜ありがとう。雨やばい。パラパラ踊ってた世代。ギャルじゃん。桜ありがとう。人徳ってどういう意味。てんちゃん頑張り屋さんだから溜め込まない。ありがとうね。そう、それめっちゃ言われるけど、自分では本当に思わないのって言うと、それが頑張り屋なんだよって言われる。桜ありがとう。かけの種、そうって、そうなんだけど、あんまかけの種食べない。なんかもらったら食べるみたいな。にんにく入れますかって聞かれたら、野菜マシマシでって言えば、そうなの。しかもなんか食べきれなかったら怒られるんだっけ。三色団子ありがとう。太麺無理。いや、太麺無理。何、ちいかわラーメンって。あ、煮込みうどん無理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 。だから焼きうどんも無理。いや、食べれるんだけどね。食べれるよ別に。手羽先とチキン違います。そう、店めっちゃ行きたい。桜ありがとう。あ、台湾まずそばもね。確かに台湾ラーメン食べれる。あんかけスパ大好きなんだ。食べたことないな。ニャンニャンってかわいい。嬉しい。いいよ、言ってあげるよ、みんな。覚えてる、絶対覚えてる。みんな紳士だよ。8だ、奥田なの。本当に投票ありがとね。いっぱいしてね。水平リベ、僕の船。桜ありがとう。11って何かあったっけ。こんにちは、大好きです、ありがとう。そうだよ。あ、本当。水がめん、うぃー。そうなの。だから味噌ラーメンは好きなんだけど、あと味噌汁も好きなんだけど、でも味噌汁も赤味噌じゃなくて白味噌派なんで、ちょっと名古屋向いてないかもね。まあまあ、粉もん、あ、お好み焼きとかってこと。まあ、たこ焼きはたこ抜きならいける。お好み焼きは1個なら食べれる。でもんじゃはいける。桜ありがとう。あ、天むすも無理です。はい。そうなの。そうなんだ。あ、モーニング、確かに
え、嬉しい。え、それは二郎系って言うんですか、ちいかわ。いや、家系じゃないと。あ、5月11日？え、もう出たの？ちょっと待って、 55？ 読み段しなかん、読み段。皆さん読み段いきますよ、読み段いきますよ、読み段いきますよ。そう、赤味噌無理なの。なんだっけこれ、なんて読むんだっけ。人徳。人徳は他の人に対する思いやりがある、自分の推しの方たちを優しさで包んでるからな。あなたは、え、褒め言葉ってこと。嬉しい、うん、そうだよ。タコ無理。いや、いや、タコ抜きは、いや、だから焼きでお願いします。読み段、今日、あ、間違えた。壇上を、読み段。今日も明日も読み男女。え、でしょ？いろんなレパートリーの読み男女があるんですよ。だから固定コメントにはしないっておこうと思いまして。にゃにゃんてこかわ、初見さんありがとう。はい、読み男女いきます。ほんとだ、2900、ぴったりじゃん。じゃあ今日2900人記念でタワーとっていうことでもないですけど、いきます。10歳の方、ユウが描いたガンダム ×2 こじこじ、みおまるさんのアバター、みおさんが描いたみおさんとくまちゃんの方。入ってる部分丸見えじゃない。描いた青いフクロウの方、8位の方、7位の方、ラーメンさん、6位の方、5位の方、あ、それあれじゃん、猫の日、猫の日、え、猫の日の写真いっぱい持ってるね。4位の方、イヤが描いた歌舞伎の方、3位の方、イヤが描いたカッパの方、2位の方、ハートのクマちゃんの方、タワーありがとうね。1位の方、プーさんのかぶり物をかぶってる方、ありがとうね、タワー。ありがたわです、本当に。ほら、ありがとう。うんうんうん、分かってるよ、ティーンズに力入れてくれてるの。全然もう、なんなら全然いいから、ショールーム。ありがとね。明日肉の日か。ありがとね、バイバーイ。あと2分ありますけども、2分で、あと2分で何しますか。クッション、読みラップ、読みラップできないですね。変顔もしません。私変顔キャラじゃないんですよ。てか、そもそも変顔ができないんですよ。なんかね、プリクラとかで変顔してもなんか変顔じゃないって言われる。本当に表情筋がないんですよ、ユアの顔って。だからそもそも変顔できないっていうね。ぶりっ子とかじゃなくて、ぶりっ子とかじゃなくて、本当に本当に白目できないし、ね、ユアちゃんへの愛を叫んでくれるんですか。ティーンズまだ投票してない？投票してください。絶対してください。私に、忘れないうちに、もう忘れないうちに、31ですよ、忘れないうちにお願いします。今もうこの配信終わったらしてください。うわ、全力ぶりっ子みたいな。え、嬉しい。いや、二重幅さ、自分の二重幅全然さ好きじゃないんだけど、嬉しい。
いや変顔しないですツーショット返しないです。そうだよ、ウインクした時に見える高校のほくろがチャームポイントです。ありがとう、バイバイ。